気になる車を詳細検証するオーナーズアイ。今回は2021年1月に登場した日産キックスオーテックです。キックスオーテックはキックスをベースにオーテックブランドのプレミアムスポーティーと SUV としての力強さを表現したカスタムモデルです。低重心な印象を与えるプロテクター類に加え、 ブラックのパーツでアクティブさを表現したエクステリア。レザーレットを採用し、上質さを追求したこだわりのインテリアを特徴としています。ベースグレードは X。駆動用電気モーターに発電用1.2リッター直列3気筒 DOHC ガソリンエンジンを組み合わせた肉モデル。車両本体価格は 311万4100円。ボディカラーは専用色のダークブルーとピュアブラックのツートーンカラー。それでは、キックスオーテックを見てみましょう。 オプションのキッキングプレートは、夜間にオーティックのロゴが浮かび上がります。ブラックをメインに、ブルーを配色したインテリアは、 上質かつスポーティーな雰囲気を演出しています。センターコンソールの膝が当たる部分にも、ブルーステッチの入ったソフト素材を使用しています。 デザインを優先したリアドアガラスの形状が後方視界を若干悪くしています少々重みのあるシートベルトのバックルを採用しとてもスムーズに装着できますすり下げ式のアクセルペダルを採用し自然な体勢でペダルを踏み込めます 大型のアドバンスドドライブアシストディスプレイを左に配置しアナログのスピードメーターを組み合わせています前方視界は良好ですそれではシフトレバー周りから見てみましょうセレクトレバーをゲートに沿って前方へスライドさせるとリバースに入ります リアビューカメラなどからの映像がルームミラーに映し出されます。右にスライドさせしばらく保持するとニュートラル。右手前にスライドさせるとドライブ。もう一度右手前にスライドさせると強い回生ブレーキを効かせる B レンジに切り替わります。ボタンを押してパーキング。ドライブモードの選択スイッチです。 ノーーママル、スマート、エコの3種類から選べます。EV モードスイッチを引くとマダーモードに切り替わります。また EV モードスイッチを長く引くとチャージモードに切り替わります。パーキングブレーキは電動です。 渋滞などで便利なオートブレーキホールド腕が当たる部分にブルーのレザレットトリムを使用していますドアミラー調整スイッチです左右どちらかを選択してボタンを上下左右に動かすと ミラー角度を調整できますドアミラー格納スイッチですドアのロックとアンロックパワーウィンドウのロックスイッチですパワーウィンドウは運転席のみ自動全開閉ができます スピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです。エンジンフードの解除レバーです。 給油口の解除レバーです。給油口はボディの左側にあります。レギュラー仕様でタンク容量は四十一リッターです。A ピラーにツイータースピーカーがあります。エアコンベゼルの横にも ブルーステッチ入れのソフト素材を使用しています。ヘッドランプレベライザースイッチでヘッドランプの光軸を上下に調整できます。VDC のオフスイッチです。ステアリングヒータースイッチです。インテリジェントエマージェンシーブレーキと 踏み間違い防止アシストのオフ。日産インテリジェントモビリティは、フロントガラス上部に装着したマルチセンシングフロントカメラと、フロントグリルに内蔵したレーダーセンサー、前後バンパーに装着したソナーセンサー、前後左右に装着した4つのカメラで、 歩行者や障害物などを認識します。ステアリングにあるスイッチを見てみましょう。運転支援機能プロパイロットのメインスイッチ。セットと、車速設定。停止状態からの復帰。 キャンセルスイッチ車間距離の設定通話の開始終了 アド,バンスド,ドライブディスプレイの表示切り替え、走行支援や燃費情報などを表示し、各種設定ができます。決定1つ前に戻る。 オーディオのボリューム調整選曲右側のレバーが方向指示とランプスイッチです軽く操作すると3回点滅します上に操作すると 手動でヘッドランプなどを点灯できます。内側にフォグランプ、オートの位置でヘッドランプ点灯時にレバーを前方に押すとハイビームアシストが作動します。 左側のレバーがワイパースイッチです。リアワイパーも装着しています。チルトテレスコピックステアリング調整レバーです。レバーを下ろすと、ステアリングを上下。前後に動かせます。 メータータ内のつまみを回すとメーターの明るさ調整押すとトリップメーターの切り替え長押しでリセットできますハザードスイッチです オプションのナビを装着しています。空調のオン。温度調節。風量調節。吹き出し口の切り替え。 フロントデフロスターリアでホッカーとドアミラーヒーター内外機の切り替え空調のオートエアコン空調のオフ 運転席のシートヒーター、助手席のシートヒーター、アクセサリーソケットと、USB ソケット、小物を置けるトレイがあります。カップホルダーが2個仕切り板ーターを調整できます。 シキりータは外せるので小物入れのスペースを大きくできます。コンソールボックスの蓋にはブルーステッチ入りのソフト素材を使用しています。2つに分けられたコンソールボックスは少々浅めです。 サンバイザーにはチケットホルダーと照明付きの鏡があります。後方視界をクリアに保つインテリジェントルームミラーです。メニューボタンから微調整可能です。もちろん通常のミラーも使用できます。 緊急時に専門オペレーターと通話できる SOS コールを装備しています。 天井スペースには多少の余裕があります鉱石用ヒーターダクトがあります足元スペースにも余裕があります 前席のシートバッグにポケットがあります。USB ソケットがあります。ホー座席の腕が当たる部分にもブルーのレザレットトリムを使用しています。 窓を全開できます。スピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです。 トノボードを取り外すにはまず左右のストラップをバックドアのフックから外しますボードを引き上げ左右のトノボードホルダーを受け軸から外せばトノボードを取り外せます右側に ラゲッジランプと買い物フックがあります左側にも買い物フックがありますラゲッジマットの下にバッテリーと車載工具タイヤ応急修理キットを搭載しています リアシートを折りたたむ前に、シートベルトをクリップで留めます。 アイソフィックスのチャイルドシートを装着可能です。 A ピラーにツイータースピーカーがあります。ブルーステッチ入りのソフトパッドが上質な雰囲気を演出しています。グローブボックスです。 助手席側のサンバイザーにも、照明付きの鏡があります。スピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです。 今回、キックスオーテックを見てきましたが、個性的なプレミアムコンパクト SUV といった印象を受けました。低重心かつアクティブな印象を与えるプロテクター類を装着したエクステリアや、レザーレットを採用した上質なインテリアは、キックスをオーテックブランドらしい個性あふれる車に仕上げています。長時間お付き合いいただきありがとうございました。 今回はここまで。次回のオーナーズアイでお会いしましょう。